会長をはじめこのマッチメイクに携わってくださったコミュニケーションの皆様に本当に感謝の思いでいっぱいです。ロバ表では圧倒的に不利ですけど、でも自分は今もう勝つイメージはしっかりできて、できればバンクルワセをもう KO で KO でしたいという決意がありますので、しっかりあと1ヶ月半最高の練習をして試合に臨みたいと思います。11月4日の世界戦がありますけど、必ず勝ってベルトを持って日本に帰ってきます。そして強い心で挑んでバンクルワセを起こします。頑張ります。